パリ・バンコク博覧会パリ・バンコク博覧会パリ・万博のイラストエド・アール・マネによる博覧会の後継1867年のパリ・バンコク博覧会は1867年4月1日から11月3日までフランスの首都パリで開催された国際博覧会である42カ国が参加し会期中1500万人が来場した 全体の長官図各国から来た人々を歓迎するナポレオン三世パリで開催された国際博覧会では2回目となる1864年のナポレオン三世の直令に基づいて計画されパリ市内に119エーカー、ビアイクールに52エーカーの土地が用意されたこの土地はシャンドマルス公園となってこれ以降のパリ万国博覧会の会場となり パリ万国博覧会からエッフェル塔の建設が開始される。メインパビリオンは長さ1608フィート、幅1247フィートの橋が丸まった長方形の形をしており、その中央に長さ545フィート、幅184フィートのドームがあり、庭園が併設されている。このパリ万博は、 日本が初参加した万国博覧会として有名である。また、ここで発表された電気にまつわる出展作品から、ジュール・ベルヌが海底2万里の着想を得たことでも知られる。日本の派遣団万博に参加した日本のカルワザシの練習風景日本が初めて参加した国際博覧会であり、江戸幕府、薩摩藩、佐賀藩がそれぞれ出展した。 幕府からは、将軍、徳川慶信の弟で、御三教、清水屋当主の徳川昭武、薩摩藩からは、家老の岩下方平が派遣された。薩摩藩は、日本薩摩琉球国大主政府の名で幕府とは別に、展示し、独自の勲章まで作成した。幕府は、薩摩藩に抗議したが聞き入れられず、 幕末の製造が如実に現れた万博となった。この時、幕府もフランスで勲章外交を行うために独自の勲章政策を開始したが、結局幕府は倒れ、幻となった。この他に、江戸、浅草の商人がスキア作りの茶屋をしつらえた。三人の柳橋芸者が駒を回して遊んだり、 キセルを吹かしたりするだけの光景が、もの珍しさから、上記の幕府や西南夕飯による公式展示以上の人気になったという、ありがとうございます。